いや、お前さん。はい、亀さん、こんばんは。こんばんは。最近リモートバージョンばっかりなんでね。ねえ。はい。でも結構喋りやすいですね、これ。ほんま？亀さん映ってるの？亀さんのこの今。ああ、僕のアイコンがね。アイコンが今ちょっと映しております。アイコンオリックスの写真使わせてもらってます。え、そうなんこれ。あ、ほんまやね。バファローズの犬だね。はいはい。一番最初の宣材写真撮ってもらった時のやつですね。ああ、これそうだ。確か。はいはいはい。はい。はい、こんな感じで亀さんと喋っております。はいはい、はい、で、今日はこの前、そう久しぶりにさ、はい、檻の晩酌見たんよ、この間。あ、タモンズさんがされてる。はいはい、どうもお久です。強いオリックス帰ってきました。強いね、ラオって言ってました。って言いますよね、亀さん。って笑って、もう強いな、オリックス、強いねーって言ってました。それこそ僕も見たんですけどね、いつか、はい、大波さんがちょっとインタビュアーになって、はいはい、多分ダメさんに街頭ロケみたいな感じでね、8月22日にいらっしゃるじゃないですか。見た見た、それ。そう、あれについてどうですかみたいな感じのやつ、面白かったですね。はいはい、あれ、うん、そうそう、大前さんと喋ることできたらなっておっしゃってましたよね。あ、そう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 、はい、僕実現したら、うん、で、僕イベントの後の水田課長に、はいはい、オリス球団の、お願いしまして、うん、そういう機会をちょっと持たせてもらえる可能性が出てきましたんで。あ、それはいいですね。楽しみですね。ちょっとね、楽しみにはしておるんですが、はいはい、22位やったもんね、あれ8月の、ね、22日曜日ですね。日曜日で、僕実況じゃないんで。あ、そうかそうか、そうそう、だからアナサブから僕ちょっと出ていく時あるかもしれませんが、もちろん彼が到着したらちょっとだけ挨拶で行ってこようかなと思ってます。もちろんもちろん、全然大丈夫です。はい、はい、そんな感じで、いや、まあ、楽しみですね。しかしね、楽しみやね、うん。で、亀さん、今日何のテーマでいきますか？あ、今日はですね、はい、最近僕このドライビングバージョンのテーマをちょっと募集してるんですけれども、うん、ね、YouTube の方で、ね、はいはいはい、そう、 YouTube のコメントじゃなくて、僕 Twitter のコメントの方にもいただきまして、うんうん、はい、このテーマはどうですか、はいはい、そこから今日はちょっと使わせてもらおうと思うんですけれども、何でしょうか。Twitter アカウントネームロヒサマさんから、うん、ロヒサマさんはですね、15日のまず神戸のウエスタン見に行きます。日曜日ですね。日曜日が楽しみです。そうか、これいつ上がるか分からへんからね、これ、そもそも、うん、15日以降の可能性もありますからね。そうですよね、うん、ちょっと分かんないけど、あればいいですよね、うん、15日、うんうん、で、ところでカズチューブのお題に、野球漫画はいかがでしょうか、私はすすめパイレーツが大好きですっていうふうに書かれてるんですけれども、うん、で、ここで野球漫画について今日はちょっと話そうと思います。なるほど。申し訳ないんですが、すすめパイレーツはちょっと僕存じ上げたいです。ちなみに Me too ですよね、うん、最近のやつなんですかね、これは。すすめパイレーツ、そうなん、違う、パイレーツってメジャーかなとかちょっと思うんですけど、まあ、もうこれはね、漫画だけはもうこの世代によって全然違うから、もういや、本当にもうしょうがないね、うん、うん、もうごめんなさいって感じです、はい、でもね、うん、世代を超えるような漫画もいっぱいあるじゃないですか。例えば、はいはい、巨人の星もそうやし、うん、タッチもそうやし、ドカベンもそうやしっていう感じで、うん、僕その辺の有名どころは知ってるんですよ。はい、だからなんかそこら辺でね、ちょっと大前さんが好きな野球漫画とか僕の好きな野球漫画について喋れたら面白いかなっていうふうに思うんですけど、大前さんなんか、え、僕から行く、神戸さんから行く、あ、前ね、うん、いや、大前さんからお聞きしたいんですけど、前、はい、大前さんね、うん、全然関係ない漫画っていうくくりの時に、はい、正直あんま漫画は読まへん人生やったというふうに話されてまして、そうそう、読まへん人生やったけど巨人の星は読んだなっていう話をされてたじゃないですか。そうそう、コミックスでね、1巻から19巻まであったのね、講談社、はいはいはい、これは全部読みました、買って、僕ね、巨人の星正直読んだことないんですよ、うんうん、存在ももちろん知ってますけど、あれってね、うん、学生の頃から始まるじゃないですか、一徹さんと星飛雄馬がプロ野球選手を目指すところが、もう幼少期から始まる、子供のちっちゃい頃から始まる、幼少期から始まるでしょ、そうそうそう、うん、で、プロ野球の巨人に入るでしょ、うんうん、
で、なんか花形さんとかと対戦するじゃないですか、阪神の。あれ、結局最後どこで終わるんですか？星ヒューマ引退するところで終わるんですか？星ヒューマは大リーグボール3号っていうのは自分の左手をね、はい、がもう怪我をする、壊れてしまうということを、はい、分かった上での魔球やったんですよ。で、それを最後に、はい、投げる試合が中日戦で、はい、中日戦、中日戦で、その時の中日のコーチがお父さんの星一徹さんなんですよね。はい、あ、一徹さんってプロ野球のコーチだったんですか？もともとプロ野球選手で、で後々で、ね、そこから、そこからはプロ野球離れてらっしゃったんだけども、はいはい、後にまた中日の水原監督当時のね、に誘われて、はい、中日入っていくわけで、ワーコと対決するんですよ、そこでね。へえ、うん、でそこで親友バン・チュータっていうキャッチャーがいたんだけども、ずっと西雲高校からのバッテリーのね、バン・チュータが。で巨人に一緒に入るんだけども、そのバン・チュータを中日に星コーチが引き抜くわけよ、トレードで。でその最後はバンとの対決の中でダイリーボール3号を投げて、はい、でまあまあ、その魔球の仕組みについてはここで言っても、はい、もう長くなるんでやめますけども、バンチュータ打つんだけども、はい、打つんだけどもアウトになってというところで、はい、まあ、試合が終わって、で球場からヒューマーが去っていくところで終わるというのが最後のシーンなんですよ。そんな感じで終わるんですね。うん、そんな感じで終わるので、大リーグボールのその3号の完成が一応なんて言うやろ、一番の目的というか最後の目的だったわけですね。まあ、ダイリーボール3号はその前にもできてたんだけどもね、最後それを打つべくバン・チュータが立ちはだかるわけよ、それにね。あ、そかそか、親友との対決とか。そうそうそう、で敵が、親友がバッターボックスで、その後ろには我が父、星一徹がいるという中でね、ヒューマーは、はいはい、そこに立ち向かっていくわけよ、たった一人で。ああ、なるほど、そうやって終わるんです。初めて知りました。そうやって終わっていくのね。まあ、そんな感じよ。まあ、巨人の星は大前さん的に面白かったですか？まあ、まあ、子供ながらにね、ツッコミどころは満載やったけれども面白かった、まあ、ツッコミどころはね、そしゃあないです、漫画なんで。それはまあ、ボールが消えるなんていうこと自体がもうツッコミどころ満載やんか、うん、な、間違いない、ね、まあでもそれはいいんですよ、漫画やからね。そうそう、それはいいね、別にね、うんうん、それはもうサムライジャイアンツの大回転魔球とかハイジャンプ魔球とかね、分身魔球とか、そんなもんありえないみたいなあったんで、そんなええねんけど、なんかこう打たれたピッチャー星ヒューマがな、はいはいはい、そのままなんかもう球場からユニフォームのまま去っていって、ポツポツ歩いて帰るシーンがあったりするような、ユニフォームのまま街を歩いて、それはないやろって子供ながらに思ってましたけどもね。さすがに着替えるやろと、着替えるやろみたいなね。そんな巨人のエースピッチャーがユニフォーム姿で街中おったらもう大騒ぎになりますよね。ということやね、普通な。普通はね、うん、なんかドッキリかなと思ってしまうような、もしそんな感じだったらね。確かに ね、 ね、そうか、そんなシーンがあるんですね、ユニフォームで街中を歩くという。そんなシーンとか満載です。満載なんか、それが満載満載、まあ、で、まあ、まあ、それが、まあ、僕の中で初めて触れた野球漫画やったし、やっぱり名作ではありましたけどもね、はいはいはい。ああ、はい、初めてっていうことは他にもあるんですか、いくつかは。いくつかあるよ、それこそその後野球漫画で見たらアブさんとかさ、水島新司先生、水島新司さん、はいはい、うん、野球教の歌ね、この辺はまあ正統派の野球漫画で、ね、割とね、うんうん、であと「キテレツ極めるアストロ球団」ね。アストロ球団、何回かお前さんのね、うん、話の中でアストロ球団っていう単語は聞いたことあるんですけど、いまだにピンときてないんですよね、はい、アストロ球団。もうこれは何とも言い難いものがありますんで、どういう野球漫画なんですか、それは。正統派じゃないんですか。まあ、やることがむちゃくちゃやね。まあ、もともとでもね、そのね、そのね、はいはい、ことの発端は沢村栄治さんという方が、うん、巨人の大エースでね、はい、日本の大エースで、はいはい、で後に戦地で亡くなられるわけですよ。うんうん、で、まあ、その人の、その人の魂の意思を継いだ子供たちが、ね、出てきて、はいはいはい、球団を作っていくの。で、あ、めっちゃいい話じゃない。いい話じゃない。そのスタートはな、スタートはいい話じゃない。やることがむちゃくちゃやからめっちゃ面白いな。うん、その
巨人の星とか多分探せば本屋さんでも今でもあると思うんですよ、うん、アストロ球団ってあるんですかね。どうやろうな。でも結構あれジャンプ、少年ジャンプ連載だったんですよね。あ、ジャンプだったね。ジャンプコミックスって僕結構持ってましたよ。へえ、ジャンプやったんですね、そのアストロ球団は。まあ、これはまたあのおそらくビブオロクさんやマッチョさんなら分かるわ、アストロ級。ああ、その世代なんですね、完全に、うん、だと思います、ね、その世代で結構じゃあみんな読んではったような漫画なんですね、アストロ級の。まあね、あの野球好きの人は読んでたかもしれないというね。へえ、まあそんな感じで。神谷さんは僕はあれですね、そもそも読んだ野球漫画がタッチと足立みつる先生の、あと水島新司先生のドカベン、うんうん、この2個なんですよ。でね、ドカベンが僕やっぱ一番好きなんですけど、うん、タッチはさ、そんな純粋な野球漫画ちゃうやん、はいはい、ちょっとタッチはそのヒューマンドラマが、青春恋愛ものやん、どっちか言ったら、うん、そうですそうです、うん、どっちか言ったらね、うん、そうね。だからガチガチに野球する漫画はやっぱ僕ドカベンですね、うん、ドカベンの中でもね、あの名君五人衆っていうね、あの、うん、主人公5人がいるんですけど、うん、山田太郎さんの取り巻きの、うん、僕その中でもトノマ選手が好きやったんですよ、うん、日で白鳥の湖とか打つ選手、ズラズラっていう人やろ。そうそうそう、ズラズラって言って、うんうんうん、アニメはあの肝付かれたさんが声優されてたんですけど。あ、そう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 、ズラズラ。そうです。僕はね、そのトノマが好きになったきっかけがあって、うん、それについて喋ろうと思うんですけど、うん、僕初めてそのドカベンを買ったのが多分小学校3年生ぐらいの時に、うん、もうすでにプロ野球編が始まってまして、はい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 、ドカベンプロ野球編の第11巻を買ったんですよ、うんうんうん。でその第11巻がどういう話やったかというとですね、うん、1996年の、首位オリックス対2位日本ハムファイターズの公式戦最終戦で、うん、球場はグリーンスタジアム神戸で、勝った方が優勝するっていうね、うん、そういう試合を書かれてたんですよ。もう一冊ほぼ丸ごと丸々オリックス対日本ハム、うん、はいはいはい、で1番イチロー選手が首位打者と、で2番トノマ選手も同率で首位打者なんですよ。うん、で勝てば優勝するし、うん、ヒットを多く打った方が首位打者を取るっていうね。なるほど。かなり熱い展開やったんですよ。うんうんうん、だこれはね、これを僕当時はもうバリバリのブルーウェブファンやったんで、うん、もうそれを読んでね、ドカベンの面白いと思って、うん、ドカベンが好きになりました。なるほどなるほど。プロ野球編な。プロ野球編でした。トノマさんセカンド守ってたな、そういえばな。守ってました、2番セカンドでした。うん、あれなんでトノマにしたんやろな。僕はあの個人的に、まあ、その後ね、山田太郎がライオンズに入ったりするじゃないですか。はいはい、ね、うんうん、はいはい、里中くんがロッテやったっけ。そうですそうです、ね、岩木さんが岩木さんが大入ったでしょ、ホークスやったかな、はいはい、岩木来てくれたらよかったのにって個人的にあの何のあれもなく思ってました。うん、僕はトノマでよかったですわ。なんかあのあ、そう、はい、なんかオリックス、はいはい、オリックスっぽくないな、トノマ、なんでやろうなと思って。ああ、ほんまですか。うん、なんでやろう、僕結構ね、岩城がどっちかっていうとダイエっぽいなと思いました。なんかあの男らしい感じが、はいはいはい、九州男児じゃないけど九州男児チームに似合うなっていう。なんで岩城は明君高校横浜やのにあんな大阪弁しゃべんの。あれね、確かご実家が、岩城のご実家が関西、確か大阪で、あ、じゃ、違うさ、家が東京か関東なんですけど、うんうん、そこにあのすごいお金持ちのご実家やったんですよ、うんうん、そのご実家に大阪弁の、家政婦さんがいらっしゃって、その家政婦さんに岩城がなついてて、なるほどな、それで関西弁になってるんだな。そうですそうです、確かそうです、うん、山田っていうやつやろ。あ、そうそう、山田ってやつ、山田ってやつやろ、うん、そうそう、岩城めっちゃ面白いから好きでしたけど、あのキャラが好きやったんでね、僕はね。僕も好きでした。はいはいはい。なんでね、僕その水島新司先生のね、あのすごいなと思ったところ一個あって、うん、あ、そのプロ野球編ってもう、その名君五人衆がプロ野球入ってもう大活躍するわけじゃないですか、うんうん、だから当時ホームラン王はニール選手が現実は取るんですけど、96年は漫画の中では岩城選手か、うんうん、山田太郎が争うわけですよ、うん、でも打点王もその二人が争うわけですよ、うん、現実は国母選手とかその辺やと思いますけど、うんうんうん、でね、だから首位打者もトノマ選手が取るんかなって思いきや、うん、漫画の中でもイチロー選手の首位打者だけは
守り続けられるんですよ。ああ、漫画の中でもイチローが首位打者取るわけやね。そう、だからもう漫画の中でもイチローの首位打者を奪ったらあかんっていうのがきっとあったんやなと思ってね、僕それがすごいなと思ったんです、うん、なるほどね、うん、勝手にトロマに取らせたらうるさいんちゃうかイチローさんだっていうそういうなんかあったんかな。イチローさんがうるさいからそんなんなんですかね。いや分からんけど、いやファンがうるさいからちゃうかなと思ったんです。ファンがうるさいのか、ねえ、なんかその代理人がうるさいのか知りませんが、そうだったんじゃないの、うん、単純に守らなあかんと思ったんでしょうね、きっとその世界観は。なるほどね、うん、すごいなと思ったんです、それは。なるほどね、そういうことなのね。そうだから、ぜひプロ野球編11巻もし機会があったらオリックスファンの方で読んでほしいなと思います。めっちゃ面白いです、はい、25年前やそれから優勝してへんで、ね、オリックスはな。そうなんですよね、うん、だからね、頑張ってほしいね今年はね。だから漫画、野球漫画ってこれ一口にこれ言ってもね、僕らが熱く語ってもさ、本当同じ世代で同じ読んだことのある人しか共感できへん話題やから難しいのよね。まあ確かにね、はい、でアストロ球団読まれた方が何人かしらやろうと思うんですもんね。で基本僕漫画読まへんから、それ以外のこと言われても全く分からへんので、なんとかドカベンの感じは分かりますけどもね、うん、うん、でな感じで、まあ、難しいな、まあ、我々はそんな感じを読んでましたということで許していただければなと思います。そうですね、最近やったらメジャーとかよく聞くじゃないですか。メジャーな、うん、読んだらやっぱ面白いんですかね、あんなグラゼニとかね。あ、そうそう、グラゼニとかありますよね、うん、でもそんなもん知らんしね。うん、そう、存在は知ってるけど読んだことないんですよね。あ、これもう長いよ、これ神戸君も何分喋ってると思うこれ。もうこれも何分アップするのに時間かかると思うこれ。僕は12、3分の違う違う、もう20分ものやで、こんなはっきり言って。あ、ほんまですか、なんでそんな長かったんやろ。はい、ということでもうこの辺で終わっていい、もう終わりましょう、はい、また出る時間が少なくなってしまう。そういうことや、お互い寝られへん、ね、もう日付変わるでそろそろっていう感じの時間帯取ってますんだね。あと10分で変わりますね、はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、またじゃあ引き続き、じゃあ神戸さん、そのドライビングバージョンの、テーマ募集は続けておいてくださいね、はいはい、あ、もう僕のツイッターでもいいですし、もうどこでもいいんで、はい、皆さんください。はい、僕はいらんからね、別に。何回も言います、僕はもう別にテーマいりませんが、神戸さんにあげてください、よろしくお願いします。僕が呼びますんで、はい、よろしくお願いします。はい。